チャンネル登録者数393万人の YouTuber ユニット、コムドットのヒューガが28日、前日に東京ドームで開催したプロデュースイベント、クリエイタードリームフェス、プロデュースドバイコム、CDF を終えた思いを SNS に投稿した。ヒューガは、僕たちは約5年前まではただの地元にいる何者でもない若者でした、と振り返り、そんな僕たちは昨日、東京ドームに立ちました。 そして約4万人のファンの方々がその姿を見に来てくれました。これは本当にすごいことだしかっこいいでしょう俺ら。って感情になりました、とト,トロ。僕たちが昨日東京ドームに立てて、大好きな友達と最高の思い出が作れたのはみんなのおかげです、とファンに感謝した。さらに、 今のコムドットってグルーブは応援してるだけで馬鹿にしてくる人がいたりコムドット好きな人にろくな奴はいないなんてひどい言葉を言わせてしまったりファンのみんなにまで心のない言葉が攻撃として届いてしまってると思いますともつづりファンを取り巻く環境にも言及したみんなが攻撃される理由は僕たちにあって僕たちの責任ですみんな本当にごめんと謝り 助けられてばかりの僕たちができる一番の恩返しはコムドットを日本一のグループにすることなのかなと思ってますと考えを記した。また、ヒューガはストーリーズで、ランダムでコメント返信しますと宣言し、投稿に寄せられたコメントに反応してファンサービスを行った。